出走メンバー7頭のゲートイン、7番のレイエル、今収まってゲートイン終わりました。スタートしました。ちょっと7番のレイエルが外に逃避するような飛び出しで位置が後ろに下がりました。前は3番のララビエルジュ、スタートを決めて出ていきました。これに4番のロアノオクテソーロが2番手、いや6番のテリオスルルの方が前に出て先頭の3番ララビエルジュに迫っていきました。3番ララビエルジュ、6番テリオスルルが1馬身差の2番手、そしてスタート劣勢だった7番のレイエルが勢いついてしまって2番手外、先頭に接近です。その後4番手インコース、2番のスプリングノバ、並ぶ4番ロアノクテソーロ、3馬身開いて5番ステレンボッシュは後ろから2頭目の位置です。さらに4馬身開いて1番ラウンザロープ、3独の最高峰です。途中で7番のレイエルが動いて最後方から先頭に立つ形になりました。リードが3馬身ほどです。レースの中間点 800m を通過、47秒くらいのペース。2番手の位置に3番のララビエルジュ、その後2馬身差6番のテリオスルル、3番手外インコース1馬身差2番のスプリングノバ、外に4番のロアノオクテソーラ、3馬身から4馬身開いて5番ステレンボッシュ、さらに5馬身開いて1番のラーンザロープスは単独の最後方です。4コーナーへ向かいます。7番レイエルリードがなくなって2番手から3番ララビエルジュ、今度は先頭体半分のリード400を切りました。外に出して6番のテリオスルル、インコースから外に切り替えつつ2番のスプリングノバ、その後4番ロアノクテソーロ、外から5番ステレンボッシュ動いていっています。直線コース3番ララビエルジュ先頭、リードは3馬身、追ってくるのは6番のテリオスルル、外から5番のステレンボッシュ、間を縫って2番のスプリングノバ、前4頭の争いに変わった、大きく離れた外から1番のランザロープス給水、前は2番のスプリングノバが内から2頭目、外から5番のステレンボッシュ、この2頭の争いになって並んでゴールイン。6番のテリオスルルが3番手、最後は2番のスプリングノバが内寄りから、外寄りからは5番のステレンボッシュ、2頭の争いになりました。6番のテリオスルルが3番手、時計は1分35秒8です。中山8レースサフラン賞、レースと中